昨夜は誰も死にませんでした。何番？一番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営でした。そうですね。まあ、1日目なんで、まあ、1周目から、霊能者さんは出てきてもらって、2、1番目になったら騎士は出てきてください。あとね、人狼って、狼探さないんです。てか、探せないんですよ。人狼って狼探すような発言できないんですよ。自分が人狼だから。まあ、狂人は探せるんですけど、親方どこかなっていうふうに考察できるんですけど、人狼って自分が人狼だから人狼を探すムーブができません。これもう 100% できません。なので、しっかり人狼を探してください。黒い血を上げる発言はリスクのある発言なので、白要素を上げるより、黒要素を上げる発言の方が勇気ある行動だと思ってます。はい。じゃあまあ、とりあえず、村人陣営さん、立ちましょう。2番のプレイヤーは発言してください。いや、なんか1番がその位置で、もう騎士とか霊能に、なんかこういう手形してくださいってお願いしてるのって、もう1番さんが占い師じゃ成立しないから、基本的に。だからもうそうやって2周目も占い出る気満々なんだったら、もう1周目から出てこいよってそこまで透かすんだったら、正直一番さんには思いましたね。はい。だから2周目占い師とか言って出てきても、なんかそほど印象悪いですね。で、思うんですけど、僕毎回ね、なんか霊能とかが、占い師でとか移行してとかして、なんかそこに入れて勝っても気持ちよくないじゃないですか。やっぱ自分の考察して、釣りたいところ釣って勝つときは気持ちいいじゃないですか。だから、なんかもうそういうことをしないでほしい、占い師でとかね。だから俺は思ったところに入れたいし、他の村もそうでやってほしい。で、そんで勝った時が一番気持ちいいじゃないですか。だから精査してね、黒当てたいかなと思ってます。僕は。はい。なんか誰かの言われた通り投票して、そこは黒だったら、それ結果論でしかないかなと結構思ってますね。はい。だから保守的になる必要はないからね。皆さん攻め込んでいきましょう。みんなフォワードの気持ちでいきましょう。3番のプレイヤーは発言してください。定評になったら意味がないんじゃないですか。うん。はい。ある程度その、霊能の言ってる二択の中で考えることはできないですかっていう思うんですけど、はい、まあ、それは正しいかどうかは分からないけど、うん、その二択の中にいたらどうするんですかっていう思いますけどね。断定時二番だけ違いますと違うところ行ってどうするんですかっていうふうになるでしょ。より二択の中で陣があると思う方に投票したらいいんじゃないですか。うん、村を保護する気持ちあります。二番ってどっちか二人が選んで、自分が村だと思ってる方が釣られたらどうするんですか。人外の票集まるんですよ。真面目にゲームしろ。ニズリでいいよ。レイラーニズリしとけ。舐めてるやつ釣りだ。それはもう何言ってんだ、まず。うん。まあ、占い師だったら仮に成立するかもしれないっていう、こういう2番のあの発言も良くないと思うよ。うん、どうすんの、はい。4番のプレイヤーは発言してください。3番が2番釣りっていうのは、俺は不当だよね。うん、2周目聞かないと分かんないじゃないの、2番の思考開示。うん、まあ、一番はね、霊能者は一周目で出ろって言うんだろ。だったらフルオープンで一周目で出ろって言えばいいじゃん。考察が二周目が濁る。二周目考察ができないから一周目に全員出てくださいって言えばいいじゃん。うん。僕はフルオープンが強いよ。霊能と占い師は一周目で出ればいいじゃん。占い師の真偽を聞きたいから一周目で出てほしい。まあ、霊能は別にね、真取るんだったら一周目で出ればいいじゃん。出れなかったら潜伏でもいいじゃん。うん、まあ、発言ができないやつは先に釣った方がいいよ。あと、色が、あんまり色がね、落ちないところ釣った方がいいと思うよ。仮に村でもね、落ちる作ってるから。3番みたいになんか発言がで、なんか3番釣りって、2番釣りっているこれでしょ、おかしいでしょ、人外あんじゃん。5番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、3、4が印象悪いですかね。3番は2番の言ってることを理解できてなくて、2番はそもそも乱指定とかそういうのが嫌いだから、あの、一角した霊能とか騎士に対して乱指定しないでくれと言ってんじゃないの。だから捨て票とかじゃなくて、一角して役職がそもそも乱指定しなかったら、で、例えば2、1番目で騎士も出てる状況だったらグレーが詰めるでしょ。そこからわざわざ乱指定する霊能とか騎士とかいるんだけど、そんなのしないでくれって言ってるから、指定票とかにはならないと思うよ。別に2番の主張が通るんだったらと思ってるし。
4番については1番に対して、なんだろうな、フルオープンっていうのがどこまでのこと言ってるのか分かんないけど、1番は一応前提条件として、2、1番目、グレー釣りの状況になったら騎士は出てくれって言ってるだけだから、別にそれ自体はおかしくないんじゃない ?1 が1周目占いを出させたくない、もしくは1番が占い師をするつもりなのか知らないけど、なんか4の指摘が。6番のプレイヤーは発言してください。はい、ください、霊能です、霊能です。箱お願いします。まあ、4番が一番よう分かんねえなっていうふうには思っていて、3番は誤解に基づいて2番精査してるのかなっていうのが結論で、5番っていう人物がある程度真っ当な発言をしてるなっていうのが感想かな。2番っていう人物が、まあ、例えば乱指定した場合に自身の意思をなんか尊重したいんだって言っている様で、3番が、例えば僕の霊能ですけれど、霊能が2枚出た時に、その霊能以外から釣りに行こうとしている2番の気持ちがあるんじゃないかって、誤解した場合3番から2番のものは通るものがあるかもしれないけど、それはあくまで3番の主観性の問題であって、どこまで行っても3番、2番のものは主観性の違いでしかないと思っている。4番から1番はまず不当で、一応フルオープン、うんぬんかんぬんの下りは、これは5番も言った通りで、かつ何言ってるかよくわかんない。下回りますぐ入ってるのかなって思ってました。じゃあ6番はゲームを作りなさい。7番のプレイヤーは発言してください。6番さん、白です。把握お願いします。まあ、2、1番面だったら記事出てきてください。まあ僕は3番の言ってることを普通に理解できますけどね。てか5番、6番だって別に理解できてるわけじゃん。だとしたら別に不当性があるかどうかって言ったら別になくない？だって2番さんっていう人物はさ、結局、なんだろう、乱してとかしないでくれって言ってるわけだから、別に3番の意見で別に通る話じゃん。だから4番は3番に対してなんかめちゃめちゃなんか、いらんやつを釣るって言ってるけど、僕からしたら2番みたいなやつ結構いらないなって思ったから、僕3番の印象良かったから4番、2番って微妙かなって思ってたんだけど、5番、6番ってその3番に対して、まあなんだろう、勘違いしてるから、この人おかしいみたいな感じでしょ。まあ微妙かなと思ってる。3番結構良かったと僕は思いましたけどね。はい、以上です。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。だということで。で、まあ、1番から、まあ、2番で、あ、2番から1番に、まあ、占い透かしてるみたいなことを言ってたんやけど、まあ、俺もそれちょっと感じたかなって感じだよな。まあ、どういうやろ、騎士とかも役に対しての指示にとかも、まあ、占いでこの人出るんかなと思ったら、7も出てきたんやけど、まあ、これ、今のところ、まあ、7が出てきとって、潜伏かどうかも分からへん状態やから、まあ、今のところ、ここは、まあ、って感じやな。なんか、うん、触れてもって感じなんやけど、まあ、3はな、俺すごい印象良かったから、でな、一番気になったのってな、2のな、言ってたことに対して、まあ、3が叩いた2を、それに対して5が、2をすごい擁護してたように見えたんかな、すごいな、2と5のラインがちょっと見えたなって思いました。で、4はフルオープン希望する人と、結構強人多い人と思ってんねんな、訳すかして、うん、ご主人に動きやすいようにしてるように見えたから、俺、4はちょっとね、安心でて、2、9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、村人陣よろしくお願いします。まあ、自身は占い師ではないので、潜伏占い師がいないと無理なばさんが一画して、6城持ってるならめちゃくちゃなんかグレー広くなっちゃうから出ないでほしかったなって気持ちはありますが、まあ、7番さんのグレースケール自体はいいものだと思ってました。私自身印象一番良かったのが3番さん。だからなんか3番さんの何ラウンしてに、ちゃんと、捨て票は意味ないって、多分捨て票って言葉が悪かっただけで、人外ってやっぱ票が合わせられるから、なんか例えば、3、5が狼で4が村人だとするじゃないですか。で、3に2票、5に2票集まって、4に3票とかで村人が釣れちゃったりしたら、そういう時こそマジで、なんか、やっぱり乱して絞ることは大切だと思うから、3の2への指摘はマットだと思うので、なんかそれを不当だと言っている、なんか4、5あたりの印象が悪いですね。1番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。
まあ、4番さんの陣外はみんな見えると思うんですけど、僕言ったじゃないですか。人狼って人狼を探すムーブできないんですよ。4番さんっていうのは3番さん叩いておきながら、3番さんに対して2番さんの色ってまだわからないですよねって、2周目にならないとわからないですよねって言ったんですよ。わかります？もうこれって探してないんですよ。3番さんが素直に2番さんっていらないから釣りたいって、釣りたいって言うまで、釣りたいって言うってことはムラリがない、もしくは人外ってことじゃないですか。そう思ってる4番さんが、そう思ってる3番さんに対して4番さんが思うことっていうのを言えばよかったんですよ。4番さんっていうのは占いの能力を持ってないです。はい。で、7番さん、どうですかね。4番強人、7番ローとかかなと思ってるんですけど。まあ今日ちょっと7番さんから言ってほしいですね。7番で黒落ちると思います。相方なんですけど、どうなんだろうな。まあ、2番さんが、なんか本心で自分に対して、まどろっこしいのやめて、出るんだったら出なよって言ってんだったら、まあそれ2番さんの感情なんで、まあ、受け止めようかなと思います。まあ、3番さんは俺結構好きですね。どっちかっていうと3番さんって、まあ、白人外とかそっち系なんかなと思いました。はい、なんで、5番さん、8番さんあたりかな。8番さんも探しなかったよね。なんか LINE 精査とかいらないから初日。はい、以上です。2番のプレイヤーは発言してください。いや、なんか、そもそも1と7のシーンがあんまないんだけど、7番ってだって6番まで制作組めてたじゃん。自身の主張先なのに関わらず、6番の5番の意見がとか言ってたじゃん。だから本当に6章持ってる人の発言じゃないと思ったね、思って取った時に。しかも1番視点で、4番強人がわざわざ7番白打つ。打たんやろけど、どう考えても。仮に、なんか、狼だとしても、強人だとしても、7番白って打つ意味ないと思ってるんだよ。だって7番って6章打ってるわけだから、表考察した時って7番強人6章打つかって考察になるんよ。出会った時にわざわざそれを追わせる7番しろって基本的に打つ意味ないと思ってて、でなんかオートレも4シーンかなって思ってるわ。4シーンで1郎かなって思ってる。ぶっちゃけね、ぶっちゃけ1郎かなって思ってる。だから1、3だとしたら2番が1番まであそこまで印象悪いって言って、2周目占い布石打ってる1番に対してあそこまで印象悪いって言った2番を突いたいって感情は1、3だとしたら納得できるかなと思う。これ表面だけ取った時ね、表面だけ取った時。まあ、かつ7番強人で1番がわざわざ出てくる。まあ、9番で囲われてても正直出てくると思ってる、俺はね。ぶっちゃけ、1番ローって人物って。だってもうあの発言しろきって占いに出るしかないと思ってるし、もう俺が1番さんに言ってるのって、あそこまで透かすんだったら、なんか、出てこいよって、だから出てこいよって言ってるわけじゃないんですよ。潜伏するんだったら潜伏するんだったで、きちんと透かさないように努力しろよって思ってるから、で、3番が2番にそれに対して言ってることって、あの発言って意味なかったですよって。じゃあ思ってること隠せばよかったですか？思ってること言わない方がいいんですか？そうじゃないでしょ。自分の意見をぶつけてって、それで精査で、狼見せた時は気持ちいいでしょって言ってるんですよ、僕は。はい。だから6番の意見全うっすよ。だから3番ってちゃんちゃらおかしいんよ。そこ評価してる9、8とかもマジでおかしい。マジでおかしい。98郎いた場合行って、3万のことを評価集する。3万が結構感情表で動きそうだから、なんかそこっていうところの陣が出たらかなと思って、俺よしいんだと思ってるから、1位。3番のプレイヤーは発言してください。はい。7番でいいんじゃないですか。わかんないけど、わかんないですけど、今日のいやり出てくるんですかっていう話だから、7番。まあ、面的に何かの陣外なんじゃないですか、7番。まあ、死だったらもうしゃあないってことで、はい、7番から安定策取ったらいいんじゃないですか。4、1は分かんない。4と1は、もう一回発言聞いて。別に、4番は3番狙いだからといって、偽とは限らないわけだから。7番何かの偽なんじゃないかなと思ってる。黒だったら、まあ、1が真に確定する。白だったら、4、1はまだ分かんないっていう。っていうところですね。7番でいいんじゃないですか、まずは。強人もありそうだけどね。だから、6番に白なんだよね。だから、7番の色味の方が大事な気がするけど。1か4に真がいるような気がしますね。困った村になりそうですね。なんか5番が始まるような気はしますけどね。全然2番ってとこだと思います。はい。4番のプレイヤーは発言してください。7番偽、1番が死んだし。6番霊能ですか。7番さんで6番死ぬなら6番触れてましたね、一瞬目。おかしいですね、死の発言だったら。じゃあ、
じゃあ、狩りを出てもらいたいね。狩りどこですか？早く出なさいよ。三四郎だったら出なさいよ。出るメリットがないよ。占い師をね。メリットがないよ。占いたくないから早く出て。早く。なんで出ないんだよ。使えねえな、狩り。ああ、7番狂人、1、あ、7ローで1が死んだ。僕は、7四郎っていうから、狂人でも狼でもあるんだよね。ああ、なんで狩り出ないの？一番さん、狩り出たい、出てもらいたいでしょ。うん。なんで狩り出ないの？三番さんが二勝いいって、俺、すみだ。あのさ、何や、話なのこれ。発言わかんねえんだ。やってほしい。5番。のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、6番が釣りたいとこでいいんじゃないですか。あんまりもうこの村精査する気ないんですけど。話聞きてないし、なんか8、9とか。何 ?3 番が2番のことを殴ったのが不当だって5番が叩いてたって言われたんだけど、俺別に不当なんか言ってないんだけど。3、4は印象悪いです。3番、2番の言ってることを理解できてない、汲み取れてないから印象悪いですって言っただけで。別に3番のことを殴ったつもりはないんだけど、人外視したつもりはないんだけど。わかんないなぁ。延長したけど、なんかもう呆れちゃって、どうでもいいかなぁ。あとね、まあ、7番が6番に対して精査を加えてたっていうのは微妙だと思う。確かに触れてたけど、どっちかっていうと7番が言いたかったことって、まあ、7番は多分主観で、7番の考えでは3番の意見の方が分かるんでしょう。だからそこに異を唱えてた5、6って言ってたんだけど、5、6とは違って7自身が3番のことをなんか、まあ、いいと思ってよっていうのを言いたかっただけなんじゃないですかって思ったけどね。はい。今の4番の発言も全く意味分かんなかったし、グレーについても、まあ2番ぐらいじゃないですか、マットなのは。まあ2番が、その7が6に触れてたっていうのは俺は気になったけど、俺はあれは別に7番の偽要素ではないと思ってるから。はい。3番については全てに理由がないので意味がわかんないです。はい。6番のプレイヤーは発言してください。ちょっとゴリラ取りたいなと思っていて、グレー積み4番の新切りっていうところで、4番明日釣るからグレー釣りっていうのも一つありかなって思ってます。4殺します。はい。っていうところで、ああ、いや、その上でグレ釣りいけるのか。4番明日釣っちゃえばいいっていうところの思考から。あらしながら、今日のうちに釣っとこう。いや、今日もあるよ。話わかんねえし、何言ってるかよくわかんねえしって思ってる。2番の中で、要は7番が6番に触れました、1番精査してませんの消去法的な4番芯の上げ方だって、多分2番の視点の中では占い師としての発言下を聞けたのが7番1番だけだったから、7番1番から原点方式拾うのはわかるんだけど、4番っていう人物がうるせえ黙れ。4番っていう人物が果たしてなんか益のある言葉を残したのかっていうのは2番の中で考えてほしかったなっていうふうに思ったが、その上で2番っていう人物の精査内容はそれ以外の関して、まあ4番が消極的に死んだんだ以外は割と飲み込めるもんだなっていうふうに思っていて、3番8番に関しては8番の中で3番が評価できる基軸っていうとか理由っていうところが分かんなくて、そもそも2番3番の掛け合いの中の3番の発言だからこそ、3番だけ単体だけで評価しているのが8番9番から見受け取れるから、なんかあんまりなんかこうなんか2番3番の発言をちゃんと聞けてる人物ではないな、8番9番っていうふうに。だからこそ5番が真っ当に見えるし、それを客観視できるっていうか、まあ、当事者としてキャッチできてる2番っていう人物は、それはそういう精査になるやろうなって思ってるかな。1番はね、もうちょっとちゃんと精査してほしいなっていうふうには思ってたかな。まあ、7が6タッチしたかしてないか、精査したかしてないかっていうのは、結構捉え方は多分人それぞれ受け取り方次第だ。7番のプレイヤーは発言してください。え、これ4万投票でいいってことですか？ 8 級から行くの？全然わかんなかったんだけど。いけねえわけねえだろ。いや、僕視点は、俺3番に俺さ、ヘイト向けられてて、こいつ何なんて思ってんだけど、マジで。なんか俺ってなんか釣られるような話してました、マジで。
3CO の発言で、9番に言いたいんだけど、6番白結果持ってたら潜伏しろってどういうことそれ。ちょっとちゃんと原稿化して説明してくれますか、それは。意味わからんわ。4釣りをしないと。で、4番はリア強の可能性があるんだ。2番に言われたんだけど、別に俺6番の生産で、ローじゃないだろうけど。踏まえてないんですけど。だとしたら2番って、最後、98ローローみたいなこと言ってたけど、それないから絶対。意味わからんこと言わないでほしいなと思ってんだけど。それと同じぐらいのことなの？そういう感じで俺言ってたの？よくわからんけど、2番に関しては。しかも4番芯になる意味がマジでわからんのにいいんだけど。2番に関しては。ゴリラ取るって言ってたんだけど、4番行っちゃう、行くしかなくね？何にも落とさんかったじゃん、6番さん。どうしたらいいんよ、これ。本当によ。とりあえずもう4万釣るしかない。芸能の仕事は釣り位置を決めること。ぐたぐた脳が気を垂れることじゃない。わからんわ、マジで。どこを釣るかを言わないといけない。何者かの人がいて、どこの要素で拾ったの？話すのは他のスムラメンバーとか。発言的には一番死んじゃね？が乱停止かないで。恐ろしい事態になってるよ。してわからないんだけど。まあ、今日4万行ってください、じゃあ。はい、4番ってリア橋のケアが必要なんだよ。嵐の可能性がある。どうすんだよ、マジで。進行だ、取るんだったら、最後まで取ってほしいわ。マジでイラつくわ。言わないといけねえんだよ。どこを釣るかっていう。例って進行が大事なんだよ。9番答え。8番。6番の中の精査を落とす場じゃないんだよ。3番さん、4番さん何でスラしたのこれ。村の役語りなしよ。もしこれ違反してるんやったら、いや、役あるんやったらいいけど、村の役語りするんやったら、もうこれ違反釣り。になっちゃうからね、これ当たり前に。4釣りでゲームすればいい。言ってることおかしいなってずっと思ってた。仮言うとね、あ、じゃあこれは違反釣りになりません。あ、ごめんね。スラだけ書いてたからさ、あ、で、最後なんか、なんでこんなことしてんだよ。リア強だろ、俺が騎士だ。スラするんやったらこれ違反ねって思ってたんよ。俺が騎士だ。で、3が騎士で4も騎士ね。騎士じゃねえだろうよ。リア強だろうよ。まあ、これはもう精査入れて。なんで余計なことやってんだよ。4釣りってやって出てこねえから騎士なわけねえだろうよ。でも色見るんやったら確実な。こういうやつがいるからダメなんだよな。発言的にどこか。4番はリア強だから黙って4釣るの。いや、発言的に。騎士が無駄に出る羽目になってんの。フラグ打っといて。って思ったけどね。人外だったらいいけど、村だったらやめろ、こういうプレイは。リア強の大将をちゃんとやれ。黙って4釣る。とか、まあ、多分それはランダムだ。村の役が足りたとかじゃなくて、スって言ってんだから、騎士じゃねえだろうよ。もう黙って4釣るの。新郎一なんやったら、と思って。で、俺一の話に近いと思ってるから、色が出るから。4番はちょっとマークつけないから。まあ、4はほんま言ってることおかしいもんな。4はもうリア強の可能性があるから。まあでも、騎士や、狩人だったらどうしよう。これ狩人じゃあもう、ランで行くの、今日。あ、リュートなわけねえだろうよ。でも明日は俺7に入れたいなと思ってる。はい。カリュードなわけねえだろうよ。のプレイヤーは発言してください。今日はもう4番でいいでしょ。うん、まあ、3番が人外だとして別に、まあ、最高で芯取れると思って出てきた可能性あるけど、4番はもうなんかスラって言って何スラとも言ってないし、もう人外使用しているのと同じですよ。4番だってまだ占い師として居座っていた時に関してもなんか1芯7強人みたいなのが。自身が占い師でない発言をしていて、で、仮すらするとしたら、自身の位置ですでに仮しないと、だって、で、6番もゴリラ進行を取りたいっていうなら、仮出させて、揺れ詰めしないと、4の進切るなら、で、ダメだよな。5番が言っていた。6番みたいにペラペラ言うやつがすごいんじゃないんだぞ。ヒロちゃんっていうのはすごいだろ、余計なこと言わないけど、4点分かってんじゃん。4をリア強懸念をちゃんとして4釣るの。俺がすごいだろ、進行は。4のリア強もあるの。4を釣らなければならないの。義務なの。防衛感ある発言だなって5番に対して思いました。無駄なことになんだよ。で、4番が白で6番守ってももう意味ねえだろ。何 ?1 番あたり守ってもない。噛まれたら俺が偽らっつうんでしょ、初週の発言で4番の。いや、もう、ちゃんと仕切ってほしいんだよ、ゲームをよ。1かまれたらどうすんの、2、5、8の二択が分かんないよ。1番に関しては、なんだろう。もともと、占い師っぽい発言を残していて、なんかそれで、2番自身も占い師っぽいみたいな、言っていて、今日は自分は4番からいきます。まあ、3は、新騎士だと思いますね。だって、乱指定とかって、割と騎士の目線から外すなって言いたいと思ってるので、4
4番陣外だと思ってます。投票を始めてください。4番陣外っつーか、4番がリア教まで存在してるんだよ。名前メモった方がいいと思うわ、こいつ。ほらじゃないで。結果見て強人だったらいいよ、強人か人狼だったら。スムラだったらちょっとさすがにメモした方がいいと思うよ、これ。危険だわ、これ。4番のプレイヤーが選ばれました。マジで危険だよ、これ。これはもう危険だと思うよ。4番のプレイヤーは発言してください。何、ゴリラ進行って。何、3、4が狩り出てるのに普通だったら占い師から行くんだろう。審議決めてねえからって4番に投票するのはやめてほしいな。あ？ゴリラ進行だって。何、6番。ゴリラ進行って。だったら例の位置確認でランテージしろって思うよ。危なくリア強もあると思うよ。一応。左上の方の文字は打たないから。71の審議がつけべねえから4番に投票してんのか、みんな。面白いやつや。ああ。5番はなんかね、占い師の審議もできないでなんかね、油かいてるこの人。俺やる気ないからって、だったら敗損すればいいじゃん。敗損すれば。ん？え？占い師はね、一番が九州持ってる。発言がもう明らかにおかしいから、利益はあるよ。ね、村の。ならばいたし、なんかグレッシュだ、あんまり。僕を守っても意味ないけど、で白が出たら釣り切りますになんの？もう村言っとくけど、俺新進行でいかないと勝てないよ、これ。マジで疲れるよな。本当に騎士かどうかわかんないよ、これ。目を閉じてください。占い噛まれると思うよ、もう。目を開けてください。カリウドは守る相手を選んでください。6を守っとくけど、噛まれてももう俺知らねえよ。そしたら、占い釣り、占い、まあ、1噛まれたら7行けばいいんじゃない？ただ分かんなくなるよ。時間、人狼が。朝が来ました。昨夜死んだのは7番。8番のプレイヤーは発言してください。6が8行くわ。白、4が白ね。もう強靭やと思ってて、で1が8黒、8黒。じゃあこの人偽やん。てか偽やん、絶対に。だって7噛まれてんねんから。はい。もう1釣りですね、今日は。うん。1釣るしかありません。こんなもんみんな目線分かってるよな。1が来るの。で、これ、じゃあ相方が4が今日やとして1と繋がる。でも俺5のな、昨日の発言な、なんかもうやる気ないですって言って追加してるあたりもそうやし、なんかやる気なくなし、でこうあんまり精査されないようにヘイト管理してる人狼目にも見えたような。でも1と5がつながるかって考えたら今とそんなないんよなって感じなんですよね。で3は最初なんですよね。はい、ちょっと意見聞いてみます、みんなの。はい、9番のプレイヤーは発言してください。3は最初って3を騎士、偽騎士だと思っているってこと、どっち？何？8番さんの今の3は最初ってグレーで含めているってこと？なんか普通に今の発言はわけがわからなかったけど、4白なんですね。4番強人？占いさん仕様で、まあ、自分がなんか2番とかから神って言われてご主人が釣られるのが怖くなって狩りに逃げた4番強人感じですかね。3番がわざわざ地震？あ、大丈夫かな。うん、ちょっと大丈夫か
あ、大丈夫かな。まあ、とりあえず1番さんは仕事が人狼を見つけていて、どのうち仕事は終わっているか。7、8で。ちょっと発言聞きますけど、まあ多分このうち今日は7番さん噛まれてるので一番次になると思いますけど、3番は新騎士だと思っていますね。17。7番噛まれるんだっていう。なんか17ってどっちもなんかどっこいどっこいだったから、1はもともと占いに合わせてたところと、7番は6を含めて精査していたところで。まあ、とりあえず今日は1釣りになると思いますけど。1番のプレイヤーは発言してください。2番のプレイヤーは発言してください。いや待てよ、こいつ1番がタヌキネリ煮込んでなくて、で次の日やっぱ起きましたとかならんかったらワンチャン今日1つらんでもいけるんじゃね。1進の可能性、1進性の可能性あって、1進性の可能性は恐れに足らんから今日5、8どっちか詰めるんじゃね。もうね、4番が死んだったらこの人やってることとほぼ嵐と一緒だから、もう3番の新決めでいいと思ってて、そもそも4番が死んだった時ってもやってることは超自己中プレイングなんだよね。まあ、その上でなんか、もう精査っていうか、なんか自分の人狼ゲームっていうのをもう、自分の主観を押し通す、自分の意見を押し通すだけみたいな。2番とそこの思考は近いんだけど、なんかその上で4番ってなんか自分の優越感とかそういうのを満たすためだけになんか、ゲームやってると思うよ。4番が死んだった。だからもう4番の死ん、霧進行、3番の死んで、かつ1番今日釣り火じゃなくって、うん。俺今日8番詰めてんだけど、普通に8番。だって8番視点って、7噛まれてるし、2世の思考でなくて、8黒打ってるから2世の思考になるはずなのに、まあ最初それは言ってたんだけど、その上で7噛まれてるし、1、2世の思考にはならないと思ってるから、からぶっちゃけ1、8の黒囲いもあり、ワンチャン7ローの地紙、1親切もあると思ってる。で、仮に今日8番さん釣って、で、仮に1、5ローだとしても1って噛めないじゃん。どっか噛まれても次の日5番釣る縄ってあるから、そうだよね。サマガシン仮定して、今日8番詰める。ってなった時に1番5番ローでも3人少なくともサマガシン確定している状況なら残るわけになるから、だから1番戻らないことかけて俺今日8番行こうかなと思ってますね。18黒囲いも全然あると思って、その場合は紙なしが起こると思ってる。はい、全然あると思ってる俺、普通にどっちもあると思ってる。まだ1番単体の発言からは信じないよ。だって昨日の段階から3番に白強靭精査を追ってたけど、その場合って進路路しかないから、だから4の何は見えない。3番のプレイヤーは発言してください。はい、真なんですよね。心配なのは4番強靭だったらいいんですよ、本当に。もうね、スムラでなんかリア強まで考えなきゃいけなくて頭が痛いっていう。発言趣旨変だし、うん、強靭だったら別に降りる必要はないような気がするんだけど、うん、っていうなんか嫌な予感だけはしてるとすると、2浪いるとかになっちゃってるんですよね。あれ、17が新居なのか、進路で考えたら、一番がローとかになりそうなんだ気がするんですけど、9番と2番って難しいことやってるよね。4番白だから3番釣ればいいって言えばいいんだよね。となれば5番か8番にそうだから、あらがち8番でも問題はなさそうな気がするけど、本当に強靭だったらいいんだけど。っていう、なんか、僕してたと二等級って、ローとしては難しいことでやってそうだなって感じはしますよ、はい。5番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、6番に乗るんですけど、まあ、一応自分の思考だけ落としておくと、俺は1級ローだと思ってますね。1番新世界って、7、8ロー、ないし3、8ロー、7強ってことでしょ ?7、8ローまず見えないでしょ ?7、8ローで7を地紙する必要ないから。5、8とかあるんじゃない ?3、8、ロー、7、強、7、強で6、白打つかねって思ってるから、まあ、1番のシーンはないかなと思ってます。1番黒で、まあ、2番は1、8の黒囲いを追ってたけど、1、8の黒囲いってなんかメリットあんのかね、この盤面で。あ、ないんじゃないって思ってるんだけど。だからシンプルに1、9ローだと思ってるけどね。まあもちろん1、2もなくはないけど、
2番の1番指摘、1周目の1番指摘はまあ普通だったし、どっちかっていうと9番これはずっと不当な殴りを受けてるから、でもこれは言い返さないんだけど、言い返したとこで多分この人は、まあ、人外だったら多分聞く耳も持たないし、村であっても多分理解する能力がないから、これは8も一緒なんだけど、8級議論にならないんでどうでもいいかなって思ってます。はい、なんすか時間延長したからヘイト管理してるとか意味わかんないんだけど、はい、これは1級ローだと思ってるんで、まあ、9番釣りたいんですけど、まあ、全面的に6番に縄は上げます。あ、ただ3番だけは釣らない、3番だけは釣らない、4番が死んでたらもうそれは負けでいいと思ってます。4番新規はする必要ないと思ってます。6番のプレイヤーは発言してください。まあ4番の2隻目打って3番の新規目打つより4番の2隻目打っての、まあ3番が懸念するような4番リア強説っていうのは正直拭えないが、まあそれでも置いといて、勝ちつって終わんなかったら2番5番が議論しながら9番釣ればいいんじゃないっていうふうには思ってますけどね。でもしょうがない。だって8番って3番の新決め打ちなんだっていう、3番新らしい村らしいんだみたいな感じの評価してるから、4番で強人が一匹落ちてるっていうところを8番自身認めてるのであれば、8番自身あの自投票飲めますよねってしかなくて、で8で終わんなかった場合、じゃあ3で決め打ちだった場合、で2番5番が双方あるいは9番が2番5番のいずれか疑えるのであれば、まあそっちに票流れそうですけど、9番1番っぽいなっていうのは正直に思ってます。8番殺します、終わり。投票を始めてください。8番するの、はい、あもういいんじゃない、8番悪いけどもう、はい、終わろう。4番リア強かもしんないし、もう1番をまあもうそうなると8いると123、あもう多分事実上の PP になるね。あ1かどうかな、8番のプレイヤーが選ばれました。8ってもうそれでいいの、あの記念だからこうやってこういなくなるやつが一番なんだよな。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。だから黒打たれて釣られちゃいましたって感じなんやけど、これ今さっき2が言ってたのちゃんと聞いたかな。俺と、81でライン切ってたら紙が起こらないって言ってたけど、それもし自分がロー持ってたら噛まないっていう選択できるよねって思ったから、俺はあ、ラストウルフ2なんやなって分かった。これ1、2でやってますね。で、4強です。はい、僕目線すっきりしました。で、まあごめんね、3のこと最初だったんやけど、うん、狩りの対抗なんを全然忘れてたわ。ごめん。狩りまだ全然潜伏してる状態だと思ってました。まあ、昨日の2の発言ね、村の皆さんはよく考えてください。以上。やばいよ、ね。占い師がいないんだよ、これ。まあ、8番に行く必要はないよね、本当は。カリウドは守る相手を選んでください。もう6番確定事項じゃねえかよ。いやもう7番も死んで死んで占い師が出ろって言ってるやつだってもうダメだわ。もうちゃんとゲームしようじゃ。占い師が出るなんて言ってること自体が、あ騎士が出るなんて言ってるやつなんて守れないんだろうよ。いや頭いいで、まあ仕方がないんじゃない、ドラマに手元にしながら仕方がないのか仕方があるのか知らないな、ただただ頭が痛いこと、頭痛い、あれに勝てない、嵐がいるよね、嵐はもう喜んでるやめろ。朝が来ました。しょうがないよね、もう守れねえんだもん。いやもう昨夜は誰も死にませんでした。おいおいおい、9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。守りなし、紙なし、8黒だから1進、黒過去言わないのであれば1進で、え、ちょっと待って、全然わかんない。初日6使って、ん ?252 何これ、8黒 ?6 守るわ。ちょっと待って、6番守りますわ。1位って1進の世界だと1位って
って、1位行って、2球後で殴り合えばいいと思うよ。悲しいんだったな、これ。怖い。わざわざ、あ、神なし、あ、18黒囲いか。神なしで、1番接続切れしているから、そういうことか。なるほど。ああ、そういうことか。三神騎士、一郎、七神、八、18黒囲い、フィニッシュか。じゃ、1番釣れば終わるよね。ごめん。なんか、視点整理が4強人、三神、七神、18黒囲い。1釣って、フィニッシュか。合っていますかね。ちょっと6番さんに進行は任せます。3の乗っ取りはさすがにないでしょ。1番のプレイヤーは発言してください。2番のプレイヤーは発言してください。今日3つ目入れるな、今日。今日3つ目入れるな。1視点って3番つって終わんなかったら1番偽確定する場面だから今日3つ目入れる。3番つって終わんなかったら1番つってフィニッシュ。だって黒落ちてるから。で、3番視点も4番の陣外っていうところ落ちてて、7番の陣外っていうところを、8番の陣外落ちてって、だから実利飲めるはず。だから3つ目ようって俺言おうと思ってたんよね。言おうと思ってたんだけど、今の9番の発言ってどうなの？普通に18黒囲いもあるし、78の黒セットもあるしって、なんか普通のその視点にたどり着いた上で18黒囲いって多分真っ先に出てこないとおかしいと思うんだけど。視点整理遅いとかそういう次元じゃなくて、そういう次元じゃねえと思ってるわ、普通に。いや、おかしい。そういうなんか演技にしか見えない。多分。9番なんか初週の発言とか聞いてると割とまっとうにゲームやってる人かなって思って、別にそんなプレイスキル自体も低いわけではないと俺判断したわけなの でそれで今回の視点の遅さってなんかマジでローありそうやな。ただ9番ローで神なし起こすか、いや迷うな。俺3球どっちかかなって思ってる。だから表で行くんだったら3番落としが一番悪いかなと思ってる。3番のカテレビジョンと1番釣った後に1番釣った後に3番とか4番のリア強釣って戦うしかないから、いやこれ3番か9番どっちかだと思ってる。ちょっと3番の発言を聞いて決めるわ。で安定高3番釣りなんだけど、だから今の9番がちょっとやばいんだよな、かなりやばい。3番のプレイヤーは発言してください。机上の空論語ってる暇があったらちゃんと人狼ゲーム勉強しろ。3番の人が6番噛めばいいだろ、人狼だったら。38だったらなんで6番残ってんだよ。明日6番守れるんだから。じゃあ事実上5人場面になりますけど、何俺がローで2回聞くか5を噛めってこと。1番ずりでいいだろ、1味なんじゃない。4番のスムラっていうのがあるんだよ。机上の空論語ってんじゃねえよ。まず295に狂人がいるとかがあるし、世界線もあるわけだよ。知らねえけど、まあ1が5だったら、18だったらもう終わるけどね。一応71で1番強人とか7番強人か分かんないけど、172強人、8番、89、82、85とかだったら大変なことになるんだよ。4番が普通に強人だったらいいんだけど、スムラっていうのがあるんだよ。1番でいいでしょ。で、6番が後で明日決めればいいんじゃない ?6 番でできます。はい。以上です。はい、1番いきます。はい。5番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、6番に任せます。ただ、俺は3番に行く気はないっすね。3番の言った通りで、仮に1番シーン3、8、ローだった場合って、3番って初日6番守ったって言っといて、2日目6勘で、そしたら9、1、2、3、5が残るでしょ。さすがに3には名は届かないんじゃないの。で、9か2か5つって、で、3が黒だったね。9か2か5つって、その翌日1残して、
投票で勝てるから。これ、騎士だね、本当に。そんな黒は売ってないですね。だから、普通に4番が普通のプレイヤーだったら計算上強靭なんだよ。でも、1が18ロードだったらいいんだけど。18ロードだったら1番行かなくていいと思うけどね。ああ、まあ、これ6番に任せるわ。1、8ローの可能性も全然あるから1位って終わりたいっていうんだったらいいんだけど、確実に勝つんだったら多分1番ってもう戻ってこないから、あの2、5、9どん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 詰めてって神なし神なし神なしってやってったら最終的に1位が黒だったらたどり着くから、まあ確実に勝ちたいんだったら2、5、9から行くのをお勧めしますね。3にはいかないですね。俺4が強靭だったらその攻めはいいんだよ。だって1、7が新強だったらめんどくせえぞ。多分1はロゴなんじゃないかなと思うけど。わかんないですね。印象値では9がクソ低いけどね。はい。まあいいや。あんまりここもう制御してもわかんないんで、6番に任せます。俺は1と3には行きたくないかなって思ってますけど。はい。まあ6に任せます。6番のプレイヤーは発言してください。この場合9殺すときって8番9番ロールを1強の4番っていう人物がリア強制者やんね。で2番行くときって1番でいいってなんだ、28ロールの1ないしは7番強人っていう風なことだよね。まあ、4番がスムラって、リア強がなければ一番いいんだけど、7番が死んだったのか頭痛えわ。いや、まあ、4番のリア強戦は根強く、9番の盤面精査の大きさは割と鼻につきっていうのがあるんだが、いや、1殺してチャーニングします。投票を始めてください。だって神足するってどういうことだろう。これ守ってないだって6番だって、ま、でどこも守るとこもねえなと思ってぼーっとしてたわ。俺本当に守ってないよ。何してんのこの1、8って。なんで8狂ってんの。1番釣られると思ったの普通に。接続切れしたら釣られねえだろ。1番1番のプレイヤーが選ばれました。1、8だったっていう、すげえっていう。ゲーム終了。ほら危ねえって。ほらてか、まあ1、8だったからよかったけど、危ねえって、ほんと。ほら、危ないって。危ないっていう。うん、ほら、絶対このパターン、このパターン、存在するから、絶対やべえと思う。